ニノブルジャナゼは、ジョージアの法律家で、政治家、国会議員。ジョージアの女性として、歴史上初めてとなる、ジョージア国会議長。また二度にわたり、同国の暫定大統領を務めた。ブルジャナゼは、1964年7月16日に、同国、クタイ市に生まれた。1986年に、トビリシ国立大学法学部を卒業し、 1986年から1990年までモスクワ国立大学に留学。1990年に国際法の博士としてモスクワ国立大学を卒業した。その後1991年からトビリシ国立大学法学部の助教授を務めた。ブルジャナゼは親王派と見られている。彼女自身、ジョージアは一刻も早く、 EU 及び NATO に加入すべきだと述べたことがある。1995年に国会議員に初めて当選する。これ以前から彼女はエドアルド・シェワルナゼ大統領の政党である家具に所属していた。彼女は1999年までジョージア法務省長官も務めており、その後は外務大臣に就任。2000年からは OSCE の副議長を務め、 2001年から2002年にかけてはパブセック議会集会委員長も歴任した。2003年11月2日に行われたジョージア大統領選挙では出口調査の結果などから開票の不正がささやかれており、アメリカ合衆国はこれに対して非難を表明していた。しかし、2003年11月22日にはエドゥアルド・シェワルナゼ大統領を率いる。 選挙に基づいた議会が召集された。この議会開会式には選挙のやり直しを求めた反対派の議員は出席せず、議場の外には不正な選挙に激怒した市民が押しかけた。エドアルド・シェワルナゼ大統領が開会の辞を朗読すると場外に押しかけていた市民2万5千人が議場へと一気に突入する事態になった。この混乱によって、 エドゥアルド・シェバルナゼ大統領は首都トビリー市から逃亡し、翌11月23日には大統領辞任を表明した。大統領辞任を受け、当時最大の野党、ブルジャナゼ、労働党の党首であったブルジャナゼが、翌年1月25日まで暫定大統領に就任した。1月4日の大統領選挙で、ミヘール・サーカシュビリが公認に決まったが、 2007年11月25日に同大統領が辞任した際、翌年1月5日の大統領選挙でサーカシュビリが再任されるまでの間、再び暫定大統領に就任した。2003年のバラ革命ではサーカシュビリと共闘したブルジャナゼだったが、サーカシュビリ政権の強権性から次第に距離を置いていくことになる。2008年4月、 翌5月実施のジョージアの議会選挙に与党国民運動の候補者として出馬しない意向を示した。同年6月には国会議長を辞任しシンクタンクの代表に転身していた。しかし南オセチア紛争後にサーカシュビリへの批判が高まると同年11月23日に野党民衆運動統一グルジアを旗揚げした。ありがとうございます。